抜き打ち購入品チェック、ちょっと出してみて、持ってこい、全部嘘に嘘を塗り固めんなよ、買いすぎやって、どうやって切んねん。どうも、よしーです。金見せです。お願いします。お願いします。問題ですね。問題、はい。1週間後で、まあ、撮影し終わりましたけども、はい、ちょっと購入品紹介に出してない購入品多すぎるね僕ですか？そんな隠してるね。いや別に隠してる、いや俺が買いすぎ買いすぎって言って隠してるね。めちゃくちゃ買ってない？いやいや、そんなことない。そのなんか本当に吉井さんがいつも言うからちょっとね。違う違う違う、だから3商品ずつ購入品たまったら、うん、はいはい、お互いが言って購入品紹介していこうって言ってたやんか。はい、3商品ずつね。はい、めっちゃ溜まってるやろ俺全然溜まってないねんけど。いや、そのだから吉井さんが3つ溜まってない感じだったら、その言わない方がいいのかなっていう、言ってもしょうがないから。いや、せかしてくれたらいいかなにしても、カナメ君はもう買いすぎてる服を。サスティナブル、サスティナブル。なんか買いすぎてるわ。恐ろしい。白状してくれ。いやいやいや、白状してくれ。今日はもう買った服。購入品紹介。いや、してますよ。もう2回目。もう今月2回目の購入品紹介よ、こんなもん。追いつかれへんから。だって俺が3つ出すときにもう9個ぐらい溜まってたりしたらもう合わへんもん、どんどん、うん、ちょっとだから今日は抜き打ち購入品チェック、はい、今現時点で、購入品紹介出してない最近買ったものちょっと出してみて。あるやろ。まあだから、いや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 、めちゃくちゃ買ってるやん。まあ、これはあれです、本当にその1週間コーデでなんか出しちゃったなと思って、うん、その時に匂ったんよ。1週間コーデの時に、あれ、はい、これまだ紹介してないやつやんって。でも俺も出してたから1個、まあ、それだけやから俺は。えで、その時に出しちゃったって今言ったやんか。これ1週間コーデ出しちゃったって。ええ、これで終わり、ほんまに。え、まあでも本当これです、これ最近買って、この4つは。いや、ちょっとあるやろ、まだ持ってこい、全部嘘に嘘を塗り固めんなよ。そんな、だからそのそのなんて言うんですかな、あんねやんけ、そういうやつじゃない。おいおいおい、買いすぎやって、買いすぎやって、一月で何着買うてんの。買いすぎやってなあ。いや、どうやって切んねん。買いすぎ引く。いやいや、そんなですよ、その僕は本当にたまたま重なっただけです。じゃあもう一個ずつ説明していきましょう。いや、ちょっとこれ全部え、けしからんよ、もう一人で日本行くんちゃう。まずは、はい、これ1週間コーデでありました、ボーリングシャツ。これは古着ですね、うん、こんなんはもうめちゃくちゃ使いやすいから。これはあの谷さんのムーアで買いました、うん、それは分かる。知り合いのお店でお金を落とす、これは大切なこと。知り合いのお店を存続させるためで、おしゃれなもんがあったらどんどん買う、はい、知り合いの店から買う、これはもう決まりね。これは分かる、ありがとう。ほんでほんで、なんだこれは。このパイル G、 パイル G のポロシャツ5525ギャラリー、うんうん、ここが長さが前身頃、いいね、後ろ身頃がちょっと変わってます。いい、ね、後ろがね、ちょっと長いです。俺これ好きやな、はい、スリット入って前と後ろが違う。これもいくらぐらいですか。これは15,000〜16,000だ。いや、結構するな。あ、でもそれで 30% オフとかになってました。1万ぐらい、ちょうど、はい、1万ぐらいでした、はい、あ、結構するね。これもこの間、次が3点目、これもこの間紹介した、あ、すね毛、すね毛見えズボンだ、すね毛見えズボン、まあ、半ズボンです。ここがやっぱマジックテープで調節できるっていうのが、いい、ね、まあ紐もあるんですけど、うん、これは N 針の、 N 針の今期、はい、今期の今セールでめっちゃ安くなってるんで、うん、全部 50% オフとかになってるから、
あの SS はもうめちゃくちゃ安くなってます。でここの色が今緑ですけど、うん、サイズによって変わるんですね。これは一番大きいサイズで緑で、うん、確か SM でまた黄色とかオレンジとか色が変わります。うん、はい、いいね。まあ、ここら辺は1週間コーデで紹介しましたよね。はい、紹介しました。ダマくらかして人、あれ、あとこれも1週間コーデで来た。めっちゃ買ってた。めちゃくちゃ買ってた。これはピルロですね。サッカー元イタリア代表の。購入員紹介の時に出しゃいいのに1週間コーデで出してた。もうサッカー好きですもんね。サッカーシリーズ、あのイブラヒモビッチとジダンもありますけど、うん、これピルロが最近、全部同じブランドです。これは問い合わせとか結構あるんですか？これはまだない。なんでないね。僕が果敢にかぶり続けて、いやもうここまで来たらなんか欲しいってなりそうやけどな。このサッカーシリーズ誰も共感されてない。カナメクとかかぶってるあれなんやねんってなりそうやねん。これですね。出た、ジエダの、うん、モヘアカーディガン。モヘアカーディガンいいね。はい、いやモヘアってさ結構ダマになったりするやんか。はいはいはい、だから結構毛足の長さ気にするけどそんな長くないね。これは、はい、ちょっとね見幅があってね、この形好きやな。はい、こんなんばっかですね。羽織めっちゃ持ってんじゃん。好きやな。エノハリとかも持ってんかった、こんなん。ああ、持ってましたね。ジエダも去年こんなん買ってたよね。買いました。はい、こういうのばっかり持ってます。ああ、もう可愛いね。この、うん、この感じ。この感じ可愛いね。はい。はい、いや、まだあるやん。何を逃げようとしてんの。黙らかして。まあ、これとかがでも、そんなもう本当に普通の、本当にちょっとここにナイキがついてるぐらいの。ああ、こういうの好きよ。でもやっぱこういうのはもう本当着心地ですね。これは本当家で楽に着れるし、まあインナーとしても使えますけど、やっぱナイキとかそういうスポーツ系のブランドってなんか速乾性もあるし、うん、その着やすいし楽だからいいんですよ、ね。なんかちょっとモードな、うん、このノースリーブベストとかにも合いそうやな。うんうんうん、ここのナイキも映えるし。これはいいです。ちょっと丈は長めで。うん、これ一番大きいサイズですね。いいね。はい、これ欲しい。2色買いしてない。まあそうですね。これはだからもう1色。いや、俺のダイリクのロンティの2色買いをいじってた身としてはしてもうてるやん。2色買い、全色買 い, い, やいや。ナイキですから。ダイリクの2色買いじゃないです。ナイキですもん。いやいや、二色買いしたら一緒やで。俺の T のニット買いまくりとかいじんなよ、もう。今から来るけど。T の色違い全部買ってんのとか。いじってくんなよ、もう。あ、吉井さんといえばもうこれやっちゃうんすよね、みたいなことしてたけど。言うなよ。もうお前二色買いしてるから。いやいや、本当でも見てる人も、いやいや、ナイキとダイリクは違うからと思って。一緒一緒。スポーツブランドの二色買いと。志すところは一緒やから。Just do it。ダイもジャストドゥイッチ一緒一緒。まあそうですね。じゃあ分かるやろ